んちゃうぞ、目障り。気に入らんのや。なんなんだ。和田さんやったら、さっきの奥の部屋に。そうか。あ、ちょう待ち。今から大事。準備。せや、どないな仕事かは知らへんけど、きっと最近町で起きてる。それ、俺。とにかく、あの立花さんが関係しとることや、平穏無事で済むはずがない。何が起きても不思議やないっちゅうことや。なるほど。せやろ。ほな悪いことは言わん。準備は今のうち。大丈夫だ。そうか。だな、桐生。ああ、世良から電話があったんだな。そういうこと。牧村誠の引き渡しは椿園の弁天屋って料亭でやることになった。椿園の弁天屋。ああ、そこの座敷でこれから世良と会う。周りに異常がなければその場で牧村誠を渡される。これからすぐか。嫌にバタついてるな。町中女を狙う連中で溢れてんだ。そんなお行儀よくことは進まねえよ。牧村誠は自分が殻の一つを相続してたことを世良に聞かされて初めて知ったらしい。土地の元の持ち主だったじいさんが2年くらい前に死んでんだが、その時には誠はもう家出してた。家出？ああ、
それで誰にも居場所が長いことつかめなかったんだ。しかもその後何があったのか、彼女は目が見えなくなった。そんな不幸続きの中、相続することになった一坪10億。神様がかわいそうな子に手を差し伸べたってことか。そこら中からヤクザに狙われるっておまけつきだがな。彼女が神様に感謝してるか聞いてみるといい。いや、聞くまでもね。彼女もここ何日かずっとヤクザに詰められてたらしい。周りで死人も出てるってよ。何にしても土地に執着もねえし、さっさと手放したいそうだ。そうか。よし、それじゃいいか。女連れ出す段取りはこうだ。まずお前が弁天屋の中で女を受け取る。俺はその間外で店に出入りする客のチェックだ。で、弁天屋を出たらまず京都まで行く。そこから先は新幹線だ。新大阪から乗るのは危ねえってことか。一応の用心だ。近くの駅は渋沢や近江の連中に見張られてる可能性がある。ああ。なあ桐生君、お前はこの時のために立花不動産に入ったようなもんだ。いよいよしっかり働いてもらうぜ。何が起きても牧村誠を守りきれ。殻の一坪さえ手に入りゃ風間の親分さんを守る道も見える。ここが椿園。あんまりキョロキョロすんな。いいか、俺はここで怪しい奴が店に入ってこねえか見てる。分かってる。また後でな。立花不動産の桐生さんです。日経連の世良だ。座ってくれ。立花不動産の桐生です。前から風間さんに聞いてた。それにお前の今の状況も全部承知してる。ただ今世間話の時間じゃない。こちらが牧村さんだ。立花不動産の桐生です。牧村です。お世話になります。もう一人、織田という者と私で神室町までご一緒します。護衛ってことですよね。ええ。私は祖父が死んだことも今まで知らなかったんです。祖父の聞いたこともない土地のせいでこんなことに巻き込まれて。お察しします。この間私を守ってくれた人も殺されました。ずっとお世話になっていた人が。お金なんてどうでもいいです。早くその土地を手放させて、お願い。わかりました。立花さんによろしくな桐生。ええ。失礼します。それじゃ。
急げよ、おい早く来い。今の声どうかしましたか。何してんだ、早く乗れって。行きましょう、牧村さん。はい。どうした？いや、わからねえ。申し遅れました。桐生の同僚で踊っています。あれ、なんか嫌われちゃいましたかね。桐生、右車線、後ろの車。うん。少し前からずっと同じ距離でついてきてる。スピード上げてきた。渋沢。何？気づかれてた。おい、飛ばせ。はい。何が起きてるの。マジかよ。キル、これすぐ。お前、なんでこんなもん。言ってる場合じゃねえだろ、さっさと落ちまくれ。